皆さんは地元の魅力について知っていますか？例えば商店街について中学生はどのような印象を持っているのでしょうか？言われてみれば知らないな。っていうか知って何があるの？今時じゃないし興味ない。っていうか大体おばあちゃんがやってるお店でしょ。やはり商店街について中学生は興味がないのでしょうか？では次にある中学生のトーク画面をご覧ください。明日どこで遊ぶ？どうするか。てか藤枝ってマジ田舎。わかる。お店少なすぎ。それだ。ちょっと待った。岡部宿が去年日本文化遺産に登録されたり歴史があるのに全然藤枝の魅力を分かっていない。藤枝の魅力を若い人たちにも伝えたい。そうか。ペッパーくんを使えば藤枝についていろいろな人に知ってもらえるかもしれない。1学期に地域おこし協力隊の方から商店街についてお話をしていただき、8月に地元のお店にインタビューに行きました。2学期には授業内で一人一つのプログラムを作成し、学年全体で86本のプログラムが、完成しました。また12月には学年のプログラムをまとめ、藤枝市のプログラミング発表会に参加しました。12月には再びお店に行き、僕たちのプログラムを見てもらいました。多くのお店の方が僕たちの活動を喜んでくださり、ペッパー君によってお店に魅力を感じてくれたら嬉しい。中学生が地元の魅力を発信してくれることは地元のためにも嬉しいと感想をいただきました。今回はコロナに対応できる QR コードを使ったプログラムを取り入れ、多くの人たちに今だからこそ藤枝の魅力を知ってもらうことを目標に作成しました。それでは実演をご覧ください。このように QR コードがついた QR カードを作成しました。今からお寿司屋さんの QR コードを実践していきます。今から魚久についてお話しするね。魚久はね、地元に親しまれて100周年、創業は1919年だよ。ゆったりと落ち着いた和式庭園の個室で伝統の味を味わうことができるよ。実際に食べてきたよ。惚れ惚れするほどの美しい形でした。食べてみると舌がとろけるような美味しさだったよ。次から次へと手が出る美味しいお寿司はここでしか食べれないとペッパーは断言するよ。次はね、お品書きを見せるよ。宴会、お祝いの会、法事、プラス会もか、ランチサービスもあるよ。今から魚久までの道のりを地図で教えるね。自分へのご褒美やお誕生日などに行ってみてね。ペッパーの話を聞いてくれてありがとう。このようにコロナ対策として画面を触らず非接触型のプログラムにしました。音声でランダムに紹介できたり、 QR コードをかざせば知りたいお店を読み取ることができたり、気軽に簡単にお店を知ってもらえるようにしました。お店の人からは可愛いイラストと効果音を使い、強調して新商品をアピールしているところが良いと感想をもらいました。そして近々市役所にペッパーくんを設置する予定です。若者から高齢者まで藤枝の魅力を感じてもらえればいいと思います。ペッパーの良さをより多くの人に知ってもらうために、地域と中学生が連携し、地域の活性化を目的としたミニペッパーくんを僕たちは提案します。ペッパーを小型化することによって、どのお店にも置きやすくし、より一層藤枝の魅力を発信することができると思います。今回の学習を通して、藤枝の魅力を再確認できてよかったです。これからも藤枝の魅力を発信していきたいです。今回、公表を担当させていただきます、株式会社リクルートの岡と申します。よろしくお願いいたします。今回、非常に素晴らしい取り組みの発表ありがとうございました。
私からはとてもいいなと思ったポイントと、さらに磨き込みをかけれるんではないかと思ったポイントを講演させていただきます。まずはとてもいいな、素晴らしいなと感じたポイントは、皆様の開発に対する姿勢というのは非常に素晴らしいと感じました。商店街のフィードバックを受けながら、ちゃんと必要な情報、新たなメニューだったりとか、店舗へのマップだったり、そういった情報をちゃんと網羅して、機能として実装しきっているというところは非常に素晴らしいと感じました。また、コロナ禍というところもあるので、QR コードだったり、自分たちで工夫し続けて、ちゃんとそういった機能を追加して実装するというのも非常に素晴らしいと感じています。一方で、さらに磨き込みをかけれるなと思ったポイントは、ターゲットに即した情報の精緻化です。今回、中学生というところがもしターゲットであれば、本当に情報として商店街の店舗のメニューだったりマップという情報を提供すれば興味を持つかというところは今一度考えてもいいのかなと思っております。中学生が持っている困りごとを商店街さんが解消できるというようなコミュニケーションを取らないと、なかなか興味を持つということ自体が難しいと感じます。ですので、一例にはなりますが、例えば中学生が、バイトもできずお金がないのですが、食べ盛りなので、すごいお腹が常に空いてますみたいなところが、もしも困りごととしてあるとすれば、ここの商店街の商店さんは、ちょっとお手伝いすると、例えばコロッケを帰り道食べさせてくれますよ、だったり、そういった商店街さんのお手伝いヘルプ情報というところを、ペッパーくんが、中学生向けに提供する。そういった部分のコミュニケーションが取れれば、中学生は興味持つかもしれませんし、そういった中学生が働いているのであれば、その親御さんがそのお店で買い物をしようというような購買の体験が生まれるかもしれませんし、そういった職場体験みたいな意味合いがあるのであれば、学校がさらに支援として応援をしてくれるということももしかしたらあるかもしれません。こういった情報を提供するということをもし決めれば、機能としても、例えば、お手伝いをした人の、誰がしたかっていう情報をちゃんと記録できるようにした方がいいよねだったり、そういった機能開発のアイデアもどん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 生まれてくると思います。なので、今回商店街さんの気持ちに非常に寄り添ってて素晴らしいと思いますが、今一度中学生の困りごと、自分自身の困りごとだったりを機能として実装する、そういった視点で向き合ってみるというところが非常に重要になると思います。とても素晴らしい取り組みだと思いますので、今後も応援しております。頑張ってください。